はい、皆さんこんばんは、おいしょでございます。そう、ドールズフロンタリーにやっていきましょう。チュッ、俺が言ったら気持ち悪いわ。なんかね、ドルフロス最近全然やってなかったじゃん。まあ、なんでかっていうとさ、やることなかったんだよね、正直。まあ、イベントも開催されたんだけど、はい、これ。ビンゴイベントだからさ、特にさ、なんかステージクリアするとかじゃないんだよね。こういうタスク完了していくみたいな、そんな感じだからさ。だからまあ、やることねえな、なんてふうに思ってたんだけど、俺、すっかり忘れてたことがあって、野戦第5戦役以降の野戦さ、一切やってなかったんだよね。ほら。俺、すっかり忘れてた。もう、6?あ、そうそうそう。だから、そう、6まであるんだよ。だから、まだやることあったわ、と思って。だからね、今回からちょっとね、第5戦役の野戦をね、ちょっとやっていこうかなと。で、次に第6戦役の野戦だね。うん。いやー、ちょっとね、やらかしたね、ほんと。野戦をさ、なんか毛嫌いするあまり、野戦の存在をね、無意識にね、フルシカとしてたわ。いやー、失敗した。まあ、何せよ、とりあえずやっていきましょう。久しぶりの野戦だな。いやー、ちょっと怖いけど。変わった行商人。なんだろう。なんか買うのかな。停滞要衝作戦が終盤を迎えた頃のグリフィン司令室って、だいぶ昔やな、おい。時系列。だいぶ昔やん。てか、ヘリアンさんもなんか久しぶりな気がする。ジュピターの解析がまもなく終了する。もう終わってます。もう終わってます。もう終わってます。もうだいぶ前に終わってます。なんなら2、3ヶ月くらい前に終わってます。もう。M99 入れ。お。今回は中国がモデルかな？お？前回、鉄血がジュピターを使用し、グリフィンの境界地域を破壊したことで、人間居住地の安全が脅かされているんだ。あ、これヘリアンさんのセリフか。こちらの補給船と、物資倉庫も、カミカミなんですけど。はいはいはい。はい、まあ、あれ、はい、はい。補給に、はい、補給に問題が発生していると。で、ジュピターの攻撃を受けた倉庫に正体を派遣して、残っている物資を探し出し、近くの人間の町に運ぶことを決めた。あ、俺たちが行商人になるんだ。ということは。今回の作戦を担当する人形の隊長だ。そして機関の任務はこの正体を率いて作戦を成功させること。これマジ、あれかな？え、すごい、なんか M99 がここで隊長になるんだ。ご一緒できて光栄です。後のことはお任せしますね。いや、全部任せてんのかよ。お前も働けや。隊長やろ、お前。ホークより班長応答せよ。ん？こちら班長、ホーク、どうぞ。これ、もう絶対隊、もうこれ、隊長に慣れてないじゃん。97式サンダージ、あ、やっぱり中国だ、これ。今回は中国型か。そう、野戦といえばさ、特定の国とか特定のさ、そのチームじゃん。今回は中国チームだね。こちらは今、外で凍え死にそうなんだけど。すいません、先ほど作戦の許可をもらったので、すぐに向かいます。あー、やっぱそこそこ。それは、夜に、あれだ、極寒の地はクソ寒いって、停滞要衝の時も言ったけど、あ、言ってないか。どうしたの？出た、キャプテンチャイナ。キャプテンチャイナ。機関様が動いてくれてるんだから、私たちもこの機に出発しなきゃ。これも中国人のリスナーの人に教えてもらったんだけどさ、この救難式散弾銃さ、つけてる盾が、なんだっけ、マーベルのキャプテンアメリカだっけ、キャプテンヒーローだっけ、どちらか忘れたけどさ、なんかそれっぽいからさ、それもじってキャプテンチャイナって呼ばれてクソ笑ったんだけど。夜道を行くんですか、ホーク、怖くないのです。これ、このホークっていうのは、このゲーム内の故障だよね。え、中国本土だと、なんか軍や警察にそんな風に言われてんのかな、ホークって。全然護送任務は第二の得意だし怖くなんてないよ。頼りになるな、おい。もう立ち位からもう自信満々な空気、あれ、が出てるからね、もう。この夜道は前にモシンナガンたちと何度もパトロールしたからみんなよくわかってるわ。あー、ロシアと中国が手組んでるのね。なるほどね。あー、なるほどね。もうくっそ今シビアなこと言ったわ。そうですか、だからヘリアさん、あなたたちはこちらに回してくれたんですね。でも私は遠くまで見渡せないと不安ですし、夜になると何も見えないですし。まあ、狙撃銃だからね、スコープがちょっときついのか。まだいろいろ学ばないといけないことがたくさん。誰にだって得意なものとそうじゃないものがあるわよ。術業に専攻ありってやつを。なるほど、わからん。日本語で OK。中国語で喋んないでくれ。日本語で喋ってくれ。でもどうして私が派遣されたんでしょう。明らかにこういう作戦に向いてないのに。まあ、あれ、装甲兵撃ち抜いてくれるから。しかもブロックショットだよね、確か。99式じゃない、M99 って。人生は十中八九思い通りにいかないものよ。時には黙って受け入れることもあるわ。うん。だブロックショットとか撃てば、ね、ボス走行とか簡単に貫いてくれるからね。とにかく今夜は安心して、私が護送する隊列にいれば危険な目に合わせないから、もう頼りになりすぎだろ、あんた。いや、さすがキャプテンチャイナ。もうこっちがキャプテンでいいんじゃない？もうキャプテンチャイナだし。じゃあお願いします。行きましょう。あちらはあまり待たせてはいけませんから。他に中国系の銃何が出てくるんだろう？95式とか97式出てこないよね、多分。
指揮官、目標向こうの山の上にある物資倉庫です。私たちを連れて出発してください。オッケー、行きましょうか。とりあえず、まあ一応ね、ベーシックにマシンガン部隊とライフル部隊と、あとアサルトライフル部隊、まあベーシックに取り揃えてきました。まあとりあえずまだ何も分かんないし、とりあえずあれだな、ライフル部隊ずつ出していくか。で4部隊出せるのね。オッケーオッケー。前線に行かなくてもいいんですか。羨ましいですね。安心して、楽に死なせてあげます。そこまでどこに当てましょうか。ついてこられる。ここから出て行きなさい。いつか奴らに取って代わる。いつか。オッケー、終わり。56久しぶり。あー、56式自動舗装か。そっかそっか、そっちが出るか。かなりの鉄血がいて回り道をしていたら遅くなって、だいぶ回り道するマップだったもんね、あれ。気にしないで、補給品のコンパは済んでいるから急いで引き上げよう。いや、なんかあれ、いつものさ、あのサルビアのさ、スキンつけてるから、このスキンなんか久しぶりだな。なんでこれっぽっちなの。トラック何台分もあると思ってたのに、そんなにないの。前はたくさんあったんだけどね、今じゃすっかり持って帰っちゃって。なるほどね。なんかあれかな、ゲリラとかそういう、ゲリラっていうか、まあそういうなんかあれ奪いに来るのかな。鉄血じゃなくて、鉄血なのか。近くの別の地区の住民が持ってったの。ああなるほどね。ジュピターここを破壊してなかったら最後の残りも取られてたかも。ああなるほどね。なあ、そりゃそうだよな。普通他の人も持ってくよな、そうピンチになったら。これで無事に目的地に届けましょう。あーっという間に終わったな。なんかあれだな、いや野戦ってこんな短かったっけ。じゃあ続いて2をやっていきますか。2も変わり映えしなさそうだな。どうだろう、他に中国製の銃って何があったっけ。他に出てきそうなやつってなんだろう。92式は別のところで出てきちゃったから多分出ないだろうし。お腹すいたんですか。チョコならありますけど、まあ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 。いや、チョコもあれだよ。チョコもあれ、なんかこれアメリカ軍とかよく食ってんじゃん。なんかそんなの腹の足しにならないし、それにチョコを受け取ってんじゃねえか。割った、何したの。ココアバター代用紙で、ああなるほどね。どうせ92にもらったんでしょ、わからないと思っていつも安物ばかりよこすんだから。そういうことか。ちゃんとしたチョコレートどうじゃないのか。いや、ちゃんとしたチョコレートなのかな、わかんない。100円禁止とかで売ってる普通の適当チョコレートなのか。56は誠実な性格だったはずなのに、いつからそんなエリ好みを。56は食べ物にはうるさいのよ。逆に、ああ。まあそうだね、確かに。ああ。なんかお腹いっぱい食べたいとか言ってるもんで、ね、よく。今度95と97が街に出るとき、班長もついていって見学した方がいいかもね。あ、一応95と97もストーリーには絡むのか。まだ仕事が山ほど残ってるし、休んでる暇なんかないですよ。そんな大きい銃持って、そりゃ酔ってんだから、少しぐらい休まないとやばいでしょ。作戦中なのに要求が多すぎるんです。本当に食事をするにしても全員揃ってからにしましょう。おほう。いや、なんかあれじゃん。隊長らしくなってきたのか。ちゃんとあれじゃない。規律をちゃんと守ろうとしとるやん。まだあと誰か来るの？直接目的地に行くんじゃないの？先に行く。あ、なるほど。NZ がいたか。あの子は先に出かけて前方の道路状況の確認をしていたのですが、もう戻ってくる頃なので。本当に呼び戻すの？あいつとはいつも衝突するからわざわざ避けて倉庫の見張りに行ったら、ああ、そうなんだ。ね、仲悪いんだ。大丈夫。私、あいつと仲いいから、私がいれば無茶はしないよ。もう、あんた頼りになりすぎでしょ、キャプテンチャイナ。ねねねた、任務は真剣にこなしますから、まあ、そんな不真面目な性格ではないからね。なんか鶴のポーズしてたことあったけど。それに私たちが人間の補給品に手をつけるわけにはいきませんから、NZ に補給拠点の状況を聞かないと食事の支度もできませんよ。そうなんだ、だったら早く合流しようよ。もうお腹ペコペコ。うん、なんだっけ、ちまきだっけ。なんかちまきが好きなんだよね、56式って。違ったっけ。私たちを前方の偵察拠点まで連れて行ってください。OK、任せろ。もう遠足だよね、これ。うわ、何これ。あれか。これ、あれだ。なるほど、そっかそっか。5、これ5だもんね。そっか、5だから、そういうマップか。やべ、どこにどの部隊配置すりゃいいのか全くわかんねえ。もうとりあえずいいや。とりあえず適当にマークべ。暗闇の中で北風に乗って進む。もしなんかちょっとあれだ、失敗したらあれだ。
と、まあ他のところはいいとして、ここ大失敗だな。あ、まあいいか。まああれだよね、あのなんか配置失敗したら一回やり直しはいいからね。まああのその分資材全部無駄になってる。隙を与えるな。心の声出てるね。邪魔だ。遅い。弱点がバレバレよ。かわいそうなくらい。いい勝利。後の打ち上げはよろしくね、シキ。はい、オッケー。いやー疲れた。拠点の中にはいないみたいだけど、どうしよう。どこ行っちゃった？また新しいスカートが届いて、今回のからは何出てきた？あ、上？おいおい、死にたいのか？新しいスカートなんか注文してないからな、絶対に。ああ、あ、隠してるのか。どうせ先週のほどダサくはならないだろうし、NZ って何？スカートにこだわりでもあったな。まったく。班長に報告。前方に大量の鉄血基地あり。でもさほど警戒していないから慎重に行動すれば問題ないだろう。ほうほうほう。こちらの補給地点はどこ？私が聞いているのはまともな食材のことね。乾パンやチョコバーが置いてある場所じゃなくて。食える、そんなしっかりとした料理が設置されてるような場所なんてあんのか？中国料理のフルコースとかがポンと置いてあるような補給地点なんか戦場にあるのか、果たして。残念ながら途中の補給地点はどこも爆破されたか、警戒システムが破壊された後で略奪にあっていて。何くっそ、あの時配属命令に従わないであんたと役目を交代すればよかった。お前が空気か。お前空気か。誰が来ても同じだ。それに私だってお腹は空いている。皆さん仕方ありません。とりあえず缶詰で我慢して、それから急いで物資を送り届けましょう。そこの住民がきっともてなしてくれますよ。と思うじゃん。と思うじゃん。つって。その人たちも補給物資に頼って生きているんだろ。私たちにご馳走してくれる余裕なんてあるものか。ほんまそれな。それより今のうちに送り届ける物資の、予定の物資を開けてみない。どうせバリアしないって。五六式意外と不真面目だな、おい。意外とおちゃらけてるな。これは軍から送り届けるよう言われている荷物です。手をつけてはなりません。五六の正直者だったはずでしょ。どうしてそんなこと言うのですか。正直者がなんで、正直者だからバカを見ろっての。腹が減っては戦はできないよ。もうお腹空いてイライラしてんじゃねえかも。好きっぱらってまあイライラするっていうのは本当だな。私は五六式ほど食いしん坊じゃないけど、でも正直補給地点がないと缶詰することは力が出ないわ。作戦効率を上げるために人間の物資をちょっぴり拝借するのは権限上許されるだろう。目的地はもうそう遠くないし、少しずつきっと補給ポイントがあるはずです。多分あれ中国軍さ、あれなんだっけ、あの無人ドローンでさ、物資を輸送するみたいなさ、なんかあったじゃん。無人ドローンだか無人機だか、無人飛行機だかでさ、ちょっと、戦地ちょっと遠くにいる、人民解放軍に物資を届けるみたいな計画確かあったよね、それ。もういや、あれは完成されてんのかな。それ使おうぜ。もう少し詰めば雑木林があるぞっていうのかと思った。やっぱり班長の言うこと聞きましょう。これは命令だもの。困難にぶち当たっても大事なんで、みんなで力を合わせなきゃ。分かった、もうお前隊長でいいよ、急な話に。あ、でもあれか、むしろ副官だからこそ光るってタイプか。どうなんだろう。はい、終わった。いや、エロ、こんなエロかったな、ウェルロット。よし、じゃあまあ今まで通り2個ずつ進めるっていう感じでいこうかな。じゃあ次回は第5戦役のあれだね、残り2つだね。いやー、あれだね、五六式意外と不真面目だな。うん。あれだ、なんか食べ物が変わると性格が変わるタイプか。まあいいや。じゃあとりあえず、今回の総評はとりあえずウェルロットのケツはエロかったということで。